ちのだけ。美味しい。なんか味が違う。一緒か。よし、これで頑張れる。もう本当に今自分が髪型ももう顔面もそんなもうアイドルとして人前に出れるようなのじゃないんですけど、なんか帽子かぶってやろうと思ったんですけどめっちゃおかしくて。前髪やばすぎてちょっと笑うんですけど、帽子かぶったマジでなんか暗くなっちゃって目がおかしいかなって思って本当にやばい。ずっと帽子かぶってたからもうピヨーンみたいになっちゃってて、今前髪がもうやばいでしょ。もうメンバーさんめっちゃ笑われたんですけど、うん、もう目の下も超真っ黒で、さっきもうメイクが落ちすぎてもうずっと寝てたから、もう大分駅からあの飛行機の方の駅まで、大分の飛行機までずっと寝とったし、飛行機の中でももう結構寝たりして、ね、帰り家までも寝たりして、もうめっちゃ寝てたから、そうで明日ちょっと明日の朝も早いから、そう早く終わる15分でちょっと今日は終わります。ちょっとそうなんか移動ってね体力なんか使うなっていう、めっちゃ寝た。でもなんかまあ爆睡はできてないけど、ちょっとは寝て、ずっと帽子かぶってマスクしてもう誰っていう状態だったんですよ。もう目しか出てないみたいな感じだった。ずっと帽子かぶっとったけどもう前髪が跳ねて跳ねてやばいですね本当に。うん、明日も早起きだから頑張んなきゃ。まあ兄にとっては早い、今日はねめっちゃ早かったね。今日4時台に起きみんな起きてるメンバー早かった。でもね逆にねみんな朝早いから、その朝のなんかバスの中が意外にみんなもう喋ってた。逆になんかもう眠すぎて逆にもみんなでなんかいつもよりね喋ってた気がする。もうまつげとか超下がってんだけど、そうからちょっと眠たいね。どこでもドア欲しいですよね。え、そうカボスのジュース美味しい、めっちゃハマってる。ハマってるっていうかね、みんなめっちゃ買ったよ。イコラブあ、みかんじゃったあった、でもかぼす味しか買っとらんけどって感じ。ぶどうもおいしいんだ、買えばよかった。あれって大分でしか売ってないんですか。あ、柚子あったあったあった、柚子あった。じゃあちょっと大分の話をしますね。まず今日は4時に起きて、4時台に起きて、なんだっけ、タケコプターでまず大分に向かいましたで、ステージをしましたあ、リハーサルしましたなんかリハーサルして、まあリハーサルしたって言ってもまあやってないんですけど、まあちょっとステージの大きさ見たりとかいろいろしてて、1回目のステージは5曲ぐらいだったかなやってて、でまあ終わって、で聞いてくださいね、なんかまあいいや、なんでもない。で1回目と2回目のステージの間がまあちょっと2時間ぐらい多分あって、なんか
なんだっけ、なんだっけ、あ、なんかね、屋台のものをねちょっと食べた、楽屋で。そうでもね、そうめっちゃね、楽屋で、ね、その一部の前かな、サナとノンノとキアラとリサとショウコとアンの6人が同じ部屋だったんですよ、楽屋が。別に多分適当なんですけど、5、6で分かれてて、今日の楽屋2個あったからね。でなんかメンバー楽屋は2つあったんですよね、分かれてて。でそのメンバーと私は一緒やったんですけど、もうなんかもうね、なんかみんなしてアンのことをいじってくんの、メンバーがね。でそれがもう面白すぎて、もうみんなで、リサはそんなにだったけど、それ以外もずっといじってきてね、もうね、もうずっと爆笑して、もう息ができなくなるぐらいみんなで爆笑して、もうね、爆笑疲れしてました。本当になんかもう今考えたら別にあんま面白くないんですけど、いや面白くないか分かんないけど、めっちゃ面白いわけじゃないんですよ多分。でもなんかあの時は本当に面白くて、何が面白いのかも分かんなくて、でもなんか苦しくて面白すぎてっていう思い出、今日のって感じでした。そうみんなで大学もうずっと爆笑して、やばかった、楽しかったけど。で2回目のステージあって、2回目のステージは何曲だろう、まあもうちょっと多くやって、でなんか、あ、そう、なんかまあラグビーのお話をまあ少ししたりって感じだったかな。でも今回は結構、まあ、瞳がいないステージっていうのが、まあ、11人の今回今は体制になって初めてのステージだったから、まあ、結構みんなで練習したり、立ち位置をね結構変えたり、こうまあ歌割りを変えたりとかいろいろしてたんですけど、まあナータンがね結構みんなは今日見てくださった方はわかると思うんだけど、めっちゃ変わってて、そうでもめっちゃなんか絶対そう合宿とかさ2年前とかのナータンだったら絶対もう今のナータンだからできるんやなってめっちゃ思ったし、すごいなって思って。そう、まあ、瞳はねやっぱセンターとして歌わりもまあ多いから、やっぱ そこを、まあ、結構ナータンだったり、まあね、メンバーみんなでっていうのがあって、そうなんか覚えるのがすごい早くて、なんかねびっくりしてね、なんかねすごいなって思ってた、成長だなって思って、すごいなって思ってました。そう今この船に乗れば、まあ、ナータンと結構歌ったりはしてて、ついででもダンスのところだけは花とダンス踊ったりして、そう花も一生懸命練習してくれてたし、そうって感じでしたかね。で、まあ、2回目、まあ、あって、なんか1回目はすごいファンの方との距離があったんですけど、なんだろう、その何ステージとの距離がすごいあって、2回目はなんかね近かった、近くはないけど、なんかそ1回目よりは近くなってましたね。はい、そうで、なんかワンチューワンチューが瀬戸利に今回はなかったので、なんかみんな大分県生イコールラブって言いたいかなって思って、なんかあっと思って、なんか最後勝手にアンがなんかもうみんなはけてるんだけど、なんかそこら辺まだはけてなかったメンバーが4人ぐらいいて、そこのメンバーを道連れにして、あの You and me イコールキュンキュン I'm fine for you って言ったら、みんながなんか慌てて大分県せいって言って、でも多分大きな声でって間違えてないな、そっちが正解なんだな言った人とかもいて、そうでもなんかみんな、なんかなんだっけな、なんだっけ、ステージ始まる前に音楽が流れてた時にカラオケが流れてて、でその時にファンの方が大分県生イコールラブって言ってたのね。だから、あ、そういえばなんか音中ないねみたいな話になって、あ、大分県生ってみんな言いたいよねみたいな思って、急遽やって、でも対応力がみんな良くて、ファンの方の
すごいなって思った。ちゃんとみんな大分県って言ったのかな、わかんないけど、でもちゃんと言ってくれたから優しいなって思いました。はい、言った？さすがですね皆さん。そうで帰りました。あれだよね、大分はさ結構広島と一緒なんだよね。なんかその駅となんか飛行機の駅が結構遠いんですよね。車で1時間以上かかるから、そう飛行機までがね。そうで空港でちょっとだけご飯食べて、あれ食べたよ、鶏天ちょっと食べたけど美味しかった。で帰りました。で帰ってきた。タワー？ポキッと言った。誰？何タワー？大分から無事に帰ってきて偉いよタワー。マルキンさん今日はありがとうございました。たくさん目があった気がしています。ありがとうございますマルキンさん。お疲れ様タワーって、こちらこそわざわざ来てくれてありがとうですよ。なんかね、アンのファンの方おらんのんじゃないかって思っとったけどね、パンダが見えたりしたらねやっぱ嬉しかったよ。今日ね指原さんにお会いできなかったんですよ。そうお会いしてないんですよ。マジ前髪やばい。ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんか全然ね時間がなくて、セアラさんなんか移動があってなんか違う場所で多分にトークショーをされてたから、そう私たちと同じステージでトークをされてその後違うところに行かれて、それで時間がなくて全然あれだったんですよ。ちょうど同じ時間から多分指原さんトークだったんですよね、多分もう一個の方で。そうだからって感じですね。めっちゃかぶってたからお会いできなかったです。そうでもなんか今日ね本当にね、しかも雨予報だったし、ツイッターにも書いたんですけど、なんか絶対雨降るって思ったらなんか全然降らなくて、あれみたいな、めっちゃ晴れてるって思って、そう晴れグループだったよイコラブでもね。なんか事件なんかすごいなんだっけ、雨予報もあったけなんかファンの方いるのかなってめっちゃ心配してたんですけど、なんか思ったよりね見てくれててすごいびっくりして嬉しかった。今日はツインにしてもらいました。そうもうちょっと高かったんですけどね、もうね取っちゃった、低めにしちゃった。カボスジュースどうなんだろう、どこで買えるんだろう、わかんない。大分での駅で買いましたよ。暑かった？いや、わかんない。あ、でもステージは結構暑くてめっちゃ汗がかきましたね。目合ったよ、そうた。今日サイダーをね、見てないんだよな。あるの？どこにあるんだろう。見てない。なんかね、郵便局へ取り寄せできますって書いてある。そう、今日結構暑かった。かもしれない。なんかあとステージが結構こもるタイプのステージだったからなんかね結構ね暑かった。今日特にやっぱ一部昼の方はめっちゃね暑かったです。空気が暑かった。とりあえず
明日はプロスタの方のイベントです。明日はね、そう、今日のイミーちゃんがやってたイベントをねやるんですけど、はい、神イベらしい。え、そうなんですか。めっちゃ神イベらしいって書いてある。でも私全然教えられないと思うんで、みんな教えてね。めっちゃ神イベだよって、みんな神イベって言ってるね。ね、そうなんだ。明日来る方いますか。楽しかった。おー、はーいって、おー、結構みんな、あ、結構明日はポンポンありがとね。今日びっくりした。神イベらしい、知らんけど。そう、ミリニャね、ごちゃ頑張ってっていう、そう、そうなの。大変だけどね。そう、終わったらね、たくさんミリニャには寝てもらって寝てくださいって。そう、何あげたの、コンティヌちゃん。キャップあげたの、おしゃれ、センスいいもんね、コンティヌちゃん。優等生がいないと成立しないってでも先生がね、いてくださるから多分大丈夫だよ。ね、明日とりあえず、そう、今はねちょっとみんな頑張んなきゃいけない時期だから、メンバーもいろいろと戦っておりますよ。みんなだ、それぞれが、だからそれぞれのファンの方が応援してほしいなって思います。よろしく頼んだ、みんな。でもまあ明日何時起きだろう、言うて7時に起きるかな。明日7時じゃないかな、ちょっとわかんない。でもね、明日ね、もうね、起きて15分ぐらいでね家出ればいいの、私本当に。なんかメイクも髪もしていかなくていいのね、明日多分。そう、なんか先に私たちは入りなの、結構めっちゃ先になんか多分入りして、そうって感じだから、まあ大丈夫だから。いや、もうね、違うの、起きて顔洗って歯磨いて着替えてリュック背負って帽子かぶってマスクして行けばいいだけなの。ノースピンイベント、いや、なんかね時間あるしね、結構。そう、そうだけ、なんか今日とかもうなんかもう4時とかに起きたから、なんかもう服とかなんか準備してたから、そう、準備っていうか、そう、なんか明日はこれ着ようって決めてから寝る。そう、外はね真っ暗だったよ、暗かったけど、まあでもね、言うてね、行きの新幹線とかは全然寝てない、間違えた、
行きの飛行機とかは寝てないですね。何してたんだろう、何してた。行きはサナとショウコと一緒だった、隣だった。タケコプターだった、私設定崩しちゃった。帰りは寝てたけど。だって1時間ちょっとかかるからね。で、離陸するまでとか考えたら1時間半ぐらいかかるからね。全然寝ますよ。そう、今日日帰りだよ。日帰り大分泊まりたいけどね、大分。目がね、しょぼしょぼする、もうね曇るマジ顔やばいウケる。飛行機は、別に好きじゃない。でも京都は飛行機が好きっつってた。10時間ぐらい乗っておきたいって言ったから、じゃあ行ってらっしゃいパリに、でもバイバーイって言った京都バイバーイって言った。だからはい行ってらっしゃいってみんなで、じゃあパリ行ってきなーって京都に。もう終わるよ言うてあと8分だあ、あやかちゃんありがとう、ありがとうねって。一日よく頑張りましただって。へい、別府とか行ったことあるよ。大分結構行ってるんだよね。修学旅行でも行ったし、ちっちゃい頃ハーモニーランドでめっちゃ行ってたりしたし。ラグーナ当たったよって。とりあえずまあ今日はもう終わろっかな、そろそろ。今日はちょ終わろ終わろ。マジで今日はスクショとか載せないでね。もうやばいから顔面終わってるから。もう今日2984人もこの顔面とこの髪の毛を見たのは本当にやばい、一大事だ。一大事だよ、ダメだよ。映像もダメだよ。てか映像とかねダメなんだからね、載せたら。ショールームダメなんだよ。悪い子しないでよみんな。泊まりじゃないよ明日は。とりあえずプロスター頑張ります。風呂入るのめんどっちいけど、めっちゃお風呂ね早いんだ。ピョピョンのピョンで入れちゃうの。でも入るまでがもうねはぁってなる。でもお風呂入るの髪乾かすのがめんどくさいの。10位読みます。13位香港の KK さん、12位サスライさん、11位セイタ、10位コンティヌちゃん、9位ズッキンさん、8位マツケンさん、7位ユカリン、6位クロさん、5位ケンヨンパチさん、4位レグルスさん、3位ルタさん、2位トシヤさん、1位マルキンさんです。マルキンさん今日も来てくれたのに、タワーもありがとうございます。ランダムを4人いきます。1人目千里さん、2人目
ともさん、3人目くまげらさん、ラスト4人目かさかさです。ありがとうございました。ではおやすみなさい。みんなお疲れ様。今日来てくれた皆さんありがとうございました。みんなもゆっくり休んでね。そしてまた明日お会いする方はよろしくお願いします。おやすみなさい。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキチョキです。バイバイ、さよなら。目の下真っ黒のクロスケのパンダちゃんだ。バイバイ。